はい。まあ、僕の YouTube はもう登録者数も150人しかいない上に、時間も短いので、なんか YouTube で広告収入をもらうためには、登録者数1000名以上と、あと、年間4000時間、月400時間のやつがないと、あの、広告収入がつかないそうです。まあ、まあ僕の場合はもう当分無理というか、ちょっと絶望的なので、一方はあの、 ザムミジの写真撮ったやつがネットであの18枚1組200円のやつが2組売れることができたのでちょっと写真挑戦したいなと思ってちょっと昔2008年ぐらいに猫鍋っていうのが流行ったのわかりますその猫鍋に対抗して写真撮ろうと思いましたあ、ちなみにこれ翡翠カズラの花びらあの花の一つですねはい、それはこれです カモ鍋です。まあ、これを写真に撮って、まあゆう、y o あのー、まあ、写真にアップすれば、もしかすると、売れるかなと。まあ、YouTube よりはこっちの方が可能性あると思うんですよね。こっちの方がかわ、こっちもなかなか可愛い,いですし。はい、ヒスカズラの花もこんな風に飾れば、なかなかいいんじゃないかなと。 まあ、うまくいったらまた報告します。